クリストファー・ジェームズ・メファムは、イングランド・ロンドン・ハマース・ミス地区出身のプロサッカー選手。ウェールズ代表、エフルチャンピオンシップの AFC ・ボーン・マスに所属している。ポジションは DF。10歳の時に、地元のチェルシー FC のアカデミーチームに入団するも、14歳の時に放出され、その後、ワトフォード FC や QPR の入団も断られた後、2012年に、 ブレントフォード FC のアカデミーチームに入団。ユースチームで力をつけ、2016年2月にプロ契約を締結、リザーブチームに登録された。2016から17シーズンにトップチームに昇格し、2017年1月6日に2年間の契約延長に合意。翌日の FA カップ3回戦のイ、e、ーストリー、FC 戦でトップチームデビューを果たし、5から1で勝利。 同シーズンのリザーブチームの最優秀選手に選出された。さらに2017から18シーズン中には5年間の契約延長を締結するなど、チームの中心選手に成長した。2019年1月22日、AFC ボーマスに移籍した。ロンドン出身ながら代表はユース世代から一貫して、ウェールズ代表でプレー。2017年のトゥーロン国際大会に、 u 21代表で出場。翌2018年3月には、クリス・コールマンゼン監督から引き継いだライアン・ギングス、新代表監督の偉人となった中国杯に、フル代表に初招集された。ありがとうございます。